キ TV。 はい、どうも、ズキ TV のズキでございます。今回ですね、タイトルの通り、私のチャンネルズッキー TV がチャンネル登録者数100人超えました。やっ、やりました。いや、本当にありがとうございます。もう皆さんのおかげです。本当に本当にありがとうございます。まあちょっとね、最近半年ぐらい前からと比べると投稿の頻度が下がってきてて、動画編集代行とね、こう両方ともこう並行でやれるかなと思って自信持ってやってたんですけど、なかなかね難しくて、今ちょっとまだ試行錯誤でこうどうすればうまくできるかっていうのを考えながら、まあ、やってはいるんですけども、動画編集代行の方もですね、まあ、いつもね依頼いただいているクライアント様からにも再生数が伸びましたと嬉しいお知らせとか来ました。そういったね、クライアントさんに揉まれてですね、実際、私のね、このズッキー TV もね、いろんな編集能力がついて、まあいろんなこう加工とかね、今まで知らなかったことを自分の動画にね、こう取り入れることができるようになってきたので、本当に動画編集代行でお世話になっているクライアント様たちにも感謝しております。ありがとうございます。本当この2つ、自分の YouTube の、チャンネルと動画編集代行、この2つはね両方やっといてよかったなってすごく今思っております。全く後悔がないです。まあ、あとはね、こうバランスがね、こううまくね取れるようになれればいいかなっていうふうに、まああとは私の努力次第ですけどね、まあ努めてまいりたいと思っております。それでですね、この話だけだとなんじゃこの動画ってなっちゃうんで、ちょっとですね、今後のズッキー TV に投稿する予定の動画のね、話をさせていただきたいと思います。3つあるんですけども、まず1つ目がですね、今話題になっている iPhone 11。まあ先に言いますけど、私 iPhone 11今回買いました。いつも動画を見てる方はご存知なんですけども、いやいやいや、ズッキーさん、今まで iPhone は旧型買うのがベストですって言ってたじゃないですかっていう話をね、まあ今ここでね感じたと思うんですけども、まあ確かに、そうです。なんで新型買ったんやねお前っていう話ですよね。ただこれには、ちゃんとまた理由があります。ちゃんとその理由も話しながらも iPhone 11が出た時に、動画の方をアップする予定でございます。まあ、9月のね20日発売でしたっけ、21日までには上げるつもりです。続きまして2点目なんですけども、家の不要品を一気に断捨離っていうのをやろうと思ってます。理由としては、まあ、さっきのね iPhone 11を買うっていうのと紐づいてるんですけども、新しいものを買った時は使わないものを必ず1個以上断捨離してます。新しいものが1個来るから1個以上断捨離すれば、部屋のものが増えないと、そういうような考え方をしておりまして、まあ、むしろちょっと今ミニマムな生活をしたいなと思ってるので、大きくてこう使ってないものっていうのは全部処分しようかなっていうふうに思ってます。まあそんな動画を上げる予定でございます。最後に3つ目なんですけども、3つ目は、まあ、来月10月の予定なんですけども、沖縄旅行もしくは海外の旅に出ます。海外は一応台湾を予定しているんですけども、どちらかを行く予定です。ちょっとこれもね、スケジュールによって変わっちゃうんですけども、海外であればグアムの時みたいにいいところと、悪いところの動画っていうのを上げていきたいなと思ってますし、沖縄だったら、まあ、こういった場所の海が綺麗だよとかそういう話ができればなっていうふうに思ってます。沖縄はね前行ったことあるんですけども、まあ、もう10年前ぐらいですね、行ったことあるの。もうほぼうろ覚えというかそんな感じです。で、台湾に関してはねまだ行ったことがなくて、今回行くとなったらまた初めての海外になる予定でございますので、またそれはね10月の中旬ぐらいに上がったらいいなっていうふうに思っております。というわけでですね、本当に、繰り返しますが、チャンネル登録数100人突破本当にありがとうございます。数的にはね些細なのかもしれませんが、私にとってはね一つのね、目標達成という形になりました。次はですね、まずは200人目を目指しまして、また頑張っていきたいと思いますので、どうぞズッキー TV 末永くよろしくお願いいたします。ではまた違う動画でお会いいたしましょう。バーイ。